それ。あ、どれでも使えますよ。これ。はい、じゃあ任せますね。マリちゃんお願いします。はい、お久しぶりです。マリちゃんです。あら、わかご存知の方もいらっしゃって嬉しく思います。いやね、あの秩父に移住しちゃったんです、私。なぜかなもんでね、必死になってやってきました。それでね、あのマリーフレンズってなんだろうって思うでしょ。ボランティア団体なんです。それが実は私、あの、まあ、市内だけではなくて全国的にってことでいろんなところで使っています。そのグループもあります。でマリーフレンズっていうのは一部はアニメです。そして2部が演歌なんです。でその演歌がまたね盛り上がってきちゃってね、大変なことになってるんですけど、アニメもね頑張ってるよね。そう、そういう感じでね、皆さんが一生懸命やってくれてるので私はとても嬉しく思っております。どうぞよかったらマリフレーズの中に私も入りたいと思う方はぜひ入っていただけると嬉しく思います。さあ今日はね、一番手ね、もうね、いつもこのところギターやってくださっている小平猿さんです。ではよろしくお願いいたします。1曲目はですね、マリちゃんとコラボやりますと。そうなの。というわけで、はい、タッチお願いいたします。はい、あ、そうなんだ、 OK だったな。呼吸を止めて1秒あらっと真剣な目をしてから、そこから何も聞けなくなるの。星屑ロンリネス、きっと愛する人を大切にして知らずに臆病なのね。落ちた涙も見ないふり、すれ違いや回り道を、あと何回過ぎたら二人は触れ合うの。お願い、タッチタッチ、ここに立ち、あなたからた手を伸ばして受け取ってよ。ため息の花だけたわねたブーケ、愛さなければ寂しさなんて知らずに過ぎてゆくのに、そっと悲しみにこんにちは。寂しさ全部映ってしまえばいいの。一人で波を打つなけれど星屑ロンリネス、一人涙と笑顔測ってみたら涙が少し重くて、ダメね横顔で泣いてみた。青春はね心のあざ、知りすぎてるあなたに思いは空回り、お願いタッチタッチ、ここに立ち、切なくて手を伸ばして受け取ってよ。ため息の花だけ束ねたブーケ、呼吸を止めて1秒あなた真剣な目をしてから、そこから何も聞けなくなるの。星屑ロンリネス、誰も愛さなければ寂しさなんて知らずに過ぎてゆくのに、そっと悲しみにこんにちは。ありがとうございました。ありがとうございました。
というわけで引き続き小平猿、小平猿がお送りいたします。さて、ハッピーバースデートゥーユーの曲は、世界で一番演奏されている曲ということでギネスに確か載ってたのかな。まあ365日誰かの誕生日というわけで、私小平猿の誕生日がですね、11月の3日となっておりまして、こちらはまあ文化の日っていう祭日ではあるんですが、実は有名な漫画家、ゴルゴ13でおなじみの斉藤孝雄先生、この人も11月3日生まれですし、あと漫画の神様で、言われている手塚治虫先生、彼も、11月3日生まれだったりしますと。でこの後歌う曲がですね、手塚治虫先生が亡くなる89年に亡くなったんですけど、その時に手掛けてた、最後のジャングル大帝、これのオープニングを歌ってみたいなと思いますと。サバンナを越えてお聴きください。走れもっと風の向こうへ、地平線は君を呼んでる、果てしない大地に生まれた日から生きることはそうさ冒険。旅立てレオ、サバンナ越えて、戦うたびきっと強くなれる、さあレオ心を燃やせ、今探していた自分に出会う日まで行くんだ。砂煙が舞い上がる空、夢はいつも君を試すよ、苦しみに負けない力求めて、駆けて行こうそうさ明日も、羽ばたけレオ、サバンナ越えて、少年はいつか勇者になる、さあレオ命を燃やせ、今遥か遠く目指して振り向かずに行くんだ。旅立てレオ、サバンナ越えて、戦うたびきっと強くなれる、さあレオ命を燃やせ、今探していた自分に出会う日まで行くんだ。ありがとうございました。サバンナを越えてでした。ですね、89年にやっておりましたこちら、ジャングル大帝ですね。まあ今年はね、ライオンじゃなくて虎の年ですけどね、ただかわいそうなのは牛をモチーフにした作品って少ないですよね。一応パの方はオリックスが取りましたからね、オリックスバファローズですから、ちょっと 牛モチーフ少ないのちょっとかわいそうだなとちょっと思う今日この頃であったりはしますと。さて、今年は2023年、今から40年前にですね、機甲創世記モスピーダっていう、まあ、男の子向けなロボットのアニメがあったんですよと。
で、その前年にですね、時空要塞マクロス、超時空要塞マクロスっていうのが人気だったんで、よし、じゃあ飛行機からロボットに変形するのを出しつつ、で歌を歌うキャラクターも出そうと、でやっぱり宇宙人も出そうっていうのがありましたと。で、この作品の曲をですね、なんと、あれです、五代醐の、竹川幸秀さんが作ってたりすると。で、結構渋くてかっこいいんで歌ってみようかなと思います。で、このモスピーナの音楽自体はですね、久石譲さんがやってたりしますと。ジブリで有名なですね、久石譲さんですね。あと菊次郎の夏とか、映画の音楽もよく手掛けてらっしゃいますけどね、っていう感じです。で、一個だけ、この作品にですね、イエローベルモントってやつが出てくるんですけど、まあ宇宙人に侵略された地球を奪回する軍人さんなんですが、日銭を稼ぐために女の人の格好をして女の歌を歌ってるっていう。しかし、戦ってる時は普通に男のいいかっこいい声がするっていうね。なんだ名前忘れちゃった、ポリコレなんて何のそのって感じですね。未来に生きてます。あれ、あ、ギターの音が出ないぞ。というわけで、谷口さんと一緒に歌ってみたいと思います。失われた夢を求めて、お願いします。青いナイフに集めたムーンライト、はなくしたお前を映す十字架、今は刻んだ夢を道連れにして旅に出るがいいさ。 Do you remember that the lullaby 遠い日に置き去りにした、愛に変えて歌ってあげる。男は誰もロンリーソルジャーボーイ、十字架背負ったロンリーソルジャーボーイ、琥珀色の男の夢どこに。悲しすぎる右手の光るナイフ、夜を切り裂く、ただの口づけだけじゃ寂しいだろう、抱いてあげるその命。 Do you remember that's all alibi、 この星に明かり灯した物語が目覚めるまで歌ってあげる。男はいつもロンリーソルジャーボーイ、心寂しいロンリーソルジャーボーイ、琥珀色の男の夢どこに。した物語を愛に変えて歌ってあげる。男は誰も
ボーイ、十字架背負ったロンリーソルジャーボーイ、琥珀色の男の夢どこに。ありがとうございました。失われた夢を求めてでした。というわけでですね、1983年もたくさんロボットアニメがありましたという感じではあるんですが、で、あれだ、マクロスは羽田健太郎さんが音楽やってたんですけども、こっちはなんだ名前忘れちゃった、久石譲さんがやってたりという感じではございますと。さて次がですね、まあ、今も世の中にたくさん60本、毎週60本以上アニメやっておりますが、ね、それでそういう作品を今はなんかナロー小説とかナローってよく言われてたりするんですが、昔からですね、ね、ここじゃないところ行っていろいろ活躍するなんていうアニメは昔からありまして、まあ、小説でもですね、十二国旗っていう小野冬美さんが原作の作品があったりもしますと、中国風の異世界に、迷い込んだ女子高生がなんとそこで皇帝をやるっていうですね、ただ硬派な作品で NHK でアニメをやってたそうなって、そんな感じではあるんですが、こちらの、エンディング月明風絵っていうの曲がまたかっこいいので、いや谷口さんと一緒にちょっとやってみたいと思います。というわけで月明風絵お願いします。
あの世界の果ての虹に届くまでは届いない届けど深い輪だち越えてこの世界の果ての誓い守り通す。ありがとうございました。三拍子の曲ってなかなか少ないんですよね。だいたい16になっちゃいますけど。さて俺は次何を歌おうかしっかりコント忘れちゃうんだよね。あ、次バーニングブルーか。というわけで、この様子をですね、前田のカメラで撮ってYouTube に上げてたりするんですけれども、意外とですね外国の人もなんか見てくれてるらしくて、次歌う曲がですねなぜかベネズエラの人がこうコメント残してくれてて、行けるものなら行ってみたいですねベネズエラね。まあ個人的には明日のジョーの、カーロス・リベラがベネズエラから来たっていうのを覚えてるんで、まあそれしかベネズエラを知らないっていうのもあるんですが、鉄を送って右手から好きな形に出せるっていう男が主人公の作品と、イートマン98という曲の、オープニングバーニングブルーという曲をやりたいと思います。お願いします。海に浮かぶ月明かり寄り添った切ないため息、明日にたどり着けずに二人はただ夜をさまようばかり。涙色のビーナス、お前を離さない、離れられない。重ねたキスさえ痛みに変わるけど、それでもいい二人バーニングブルー。さだめという鋭いナイフも、愛しさは殺せやしなくて、ありふれた幸せさえやれないまま時が加速していく。傷だらけのヴィーナス、笑顔が素敵だね、いじらしいほど。いつか清らかな朝日が昇る日を待ち焦がれて、二人バーニングブルー。涙色のビーナス、離れられない。重ねたキスさえ痛みに変わるけど、それでもいい。傷だらけのヴィーナス、
か清らかな朝日が昇る日を待ち焦がれて二人バニーブルありがとうございました。バーニングブルー、バーニングブルーでした。ありがとうございました。あれ、これで終わりでいいかな。え、まだ時間ある？今50分。え、今が50分、はい、多分25分やったからいいんじゃねえの。はい、わかりました。じゃあ1曲だけじゃあやるよ。じゃ あアンコールということで、1983年、あ、まあ要は今年から40年前にですね、さっき歌ったあの失われたもそうなんですが、走行騎兵ボトムズっていうですね、あの今稲城長沼の駅に行くと緑色の4メーターくらいのロボットがあるんですよ。あれのオープニングテーマをですね、織田哲郎さんが昔々歌ってたと。あれ、織田哲郎さん分かりますよね。本人もいろいろ歌歌ってる。いつまでも変わらぬ愛をの歌った人。まああとはあれです、ザードとかに昔曲をいっぱい書いてたっていう人だったりしますと。というわけでちょっと弾き語りになっちゃいますが、炎の定めという曲を歌って締めたいと思います。ごめんなさいね、前なんかこう今回のチョイスは渋いのばっかりでね、まあしょうがないです。男の子のね、やっぱロボットものってなるとだんだん渋い曲ばっかりになっちゃうんですよ。というわけでお聴きください、炎の定め。盗まれた過去を探し続けて、俺はさまよみ知らぬ街を炎の匂い染みついて、むせるさよならは言ったはずだ、別れたはずさ、地獄を見れば心が乾く、戦いは飽きたのさ、定めとあれば心を決める、そっとしておいてくれ、明日にああつながる今日ぐらい、夢を拾い集めて、俺はさすらう合ってない旅を、揺らめく影は蘇る悪夢、さよならは言ったはずだ、別れたはずさ、お前を見れば心が冷える、戦いは飽きたのさ、定めとあれば心を決める、そっとしておいてくれ、明日にああつながる今日ぐらい、地獄を見れば心が乾く、戦いは飽きたのさ、定めとあれば心を決める、そっとしておいてくれ、
下にああつながる今日ぐらい。炎の定めでした。というわけで、次誰？戦闘員さんです。次は戦闘員 K さんです。小平さんでした。ありがとうございました。